番長政策研究所は、かつて存在した自由民主党の派閥。1956年に設立。2017年に、志公会を結成。略称は、番長権通称は、松村、三木派三木派川本派高村派大島派、三党派。参議院議員の三党秋子は、党史上初となる女性の派閥領収だった。 松村健三戦前の二大政党の一つである立憲民政党及び戦後の中道政党である国民共同党の流れを組み、重光葵が総裁だった改新党系の議員で構成され自由民主党の保守本流と呼ばれる党内主流派に対比して保守傍流などと揶揄された。自民党内では左派に相当し異端の存在だった。勢力の弱い小派閥だったが、 それを逆手にとって、党内のキャスティングボートを握るなどしたたかな面も持っていたため、派閥領収の三木武雄は、バルカン政治家と呼ばれた。三木は、石橋丹山、池田隼人総裁時代に、党幹事長に就任し、岸信介、佐藤栄作総裁の下で、残務整理の形で、幹事長に留任する。松村健三と三木の共同代表という形で、 政策研究会を結成し、政策同士会、政策懇談会を経て、旧会新党系の中間派議員を取り込み派閥を拡大させる。1959年の総裁選には、現職の岸信介に対抗して松村が出馬し、 保守防流同士の一気打ちとなったが敗北。三木武雄1964年の総裁選で再選したものの病気退陣となった池田隼人の後継について、当人である河野一郎を支持する松村と幹事長の立場でもあり、党内体制に従い佐藤英作を支持する三木が対立。松村とその支持者数名は小派閥の松村派を結成し、離脱したため、 ここから三木が単独で、派閥領収となり、三木派となる。1971年、三木派と同じく党内左派の石田博秀が率いていた二日会が合流し、三木派の形が完成された。三木は壮絶な拡服戦争が展開された1972年の総裁選に出馬。自派の早川隆ら数名の福田武雄への造反もあり、再開に終わるが、 決戦投票では、田中角栄を支持し、田中政権誕生に貢献することで、影響力を維持することとなる。田中政権の下では、日中国交正常化に、積極的という共通項から当初は、主流派だったが、1974年の参院選で、三木の膝元である、徳島県選挙区において、現職の三木派候補である、久住健太郎が非公認となり、 新人の田中派候補である、後藤田正春が公認されるねじれ現象が起こった。激しい選挙戦の末、現職のくじめが再選するも、田中に強い不信感を持った三木はこれを契機に、副総理を辞任し、反主流派へと回った。同年、田中首相が退陣すると、大平正義と福田の睨み合いの漁夫の利を拾う、形で、死因な裁定で、三木が総理総裁に就任し、 困った時の三木派と呼ばれた。1975年、ロッキード事件関与容疑での田中前首相の逮捕に、監視、三木首相と稲葉治法務大臣が、積極的に動いたと見られたことから、三木派と中曽根派以外の党内が反ミキに傾き、三木下ろしが始まる。三木は、衆議院会3での打開を模索するが、党内多数派の強い反対により果たせず、 異例の人気満了選挙として1976年12月の衆院選を戦う。自民党は事実上の分裂選挙となり議席減少し、その責任を取り三木は退陣した。反三木勢力に担ぎ上げられた福田武雄の政権下では非主流派となる。1978年の自民党総裁選には三木ではなく川本俊夫が出馬。中曽根康弘と並ぶ。 ポスト三角大福の総裁候補として認知された。田中派の強力な支援の下で当選した大平正義の政権下でも引き続き、非主流派となる。1979年10月の衆院選での再度の自民党議席減少を受け、福田派、中曽根派とともに太平首相の隕石退陣を要求する。11月の主犯指名で福田前首相を 反主流派の統一候補として投票するも主流派に、敗れ、第二次太平内閣が発足した。この際、右派である福田を担ぐことは承服できないとして、三木派から数名が、大平総裁へ投票している。1980年、社会党が提出した内閣不信任決議案の採決に、自民党から福田派、中川グループと共に欠席し、不信任決議を可決させ、 衆参同日選挙となる。6月の選挙中に太平首相が休止し自民党が圧勝した。なお、田中辞任直後には民社党から中道新党結成の誘いがあり、三木ろしや大平大臣運動の際には三木派が中曽根派と共に新党結成を模索する動きが見られた。川本敏夫1980年7月、鈴木善光内閣の発足と同時に、 三木派の大番頭でニューリーダーとして注目されていた川本俊夫に派閥を譲るため三木派は解散した直後川本は三木派の大部分を集め新政策研究会を結成する通常派閥の会長交代には派閥の解散は伴わないが川本へ派閥を全上するためにわざわざ三木派を解散し川本が新派閥を結成した背景には 三木派の流れを直接組んでいる川本派では、川本が総理総裁を目指す上で他派の支持が得られないという理由があった。そのため、川本は三木の影を排除する必要があり、また三木もその意を組んで川本派には参加しなかった。三木おろし以降の三木派は田中派と激しく対立していたのに対し、川本派時代には田中派との関係修復が進んだ。川本は、 政策的にも積極財政を唱え、財界との関係も深かったため、三木派時代までの保守防流的な色彩はあまり受け継がれなくなっていた。鈴木首相が不出馬の1982年11月の総裁選に川本が出馬。一般党員による予備選挙において2位を確保して、海連合による本選挙での逆転を狙う戦略であったが、2位には 達した者の,の首位の中曽根康弘が過半数を得たことから本選挙自体。これ以降川本は自身が実質的なオーナーを務める参考期選破綻の影響や年齢的な問題もあり、名前はたびたび上がる者の,の総裁選への出馬は果たせずに終わった。1989年、リクルート事件や宇野総介首相の愛人スキャンダルの中で行われた7月の参院選で、 自民党が過半数は列する敗北を起死し、宇野首相が辞任。総裁選が行われ、海部都市記が竹下派、総裁派閥の中曽根派、安倍派の支援を受け、宮沢派の支援を受けている、二階堂グループの林義郎と、党内不動票だのみの石原慎太郎を破り、総理総裁に就任する。海部政権は1990年の衆院選に、 勝利すると、湾岸戦争などの対応に追われながらも、比較的高い内閣支持率を維持し、政治改革に強い意欲を燃やした。1991年には、政権を支える竹下派支配と、政治改革に対して宮沢派の加藤浩一、安倍派の小泉純一郎、渡辺派の山崎拓倉の YKK が反発するなど、党内世論が2分される。 海部は解散で対抗することを模索するが、当時の竹下派会長、金丸信からも見放され、海部は首相辞任に追い込まれた。1993年の宮沢内閣改造内閣不信任案可決後、同派から井出正一、柳瀬進が自民党を離党し、新党先駆け結成に参加。翌年には、自社連立内閣に反発して、海封、野呂明彦。 今津博氏が離党し自由改革連合結成や新進党決闘に参加した。河村正彦1995年5月、派閥名を番長政策研究所に変更。番長を関するのは事務局が清井町にあったためである。1996年10月に川本俊夫が政界を引退し、翌年2月に派閥会長を退任、名誉会長となる。その後は、 谷川和穂坂本三十寺らによる集団指導体制を経て、河村正彦が会長に就任。しかし川本が死去する2001年まで旧川本派と称されていた。三木派、川本派から三木と海部の二人が内閣総理大臣に選出されているが、当三役には川本が大平総裁の下で政務調査会長に就任して以降指名されず、 国対委員長のポストも、海部都市から大島忠盛森が就任するまで24年間も指名されなかった。野田聖子は旧河本派に属していた1998年7月に史上最年少の37歳10ヶ月で初入閣したが2003年に派閥を退会。2006年の自民党総裁選では、派として安倍晋三を支持し、圧勝に一役買うことになった。 安倍を支持する再チャレンジ支援議員連盟会長として中堅、若手議員の取りまとめに奔走した山本雄二が内閣府特命担当大臣として初入閣。さらに翌年の松岡都勝の死去を受けて赤木徳彦が農林水産大臣として初入閣したが政治資金に関する疑惑によって2007年の参院選で自民党が大敗する一員となったため、 事実上の更迭という形で辞任した。2007年8月、山藤秋子が参院副議長に就任し、党席と派閥を離脱。同8月27日に行われた内閣改造では、派閥会長の高村が防衛大臣として入閣し、大島忠盛が国対委員長として執行部入りした。改造してすぐに安倍政権は総辞職となったが、 後継の福田政権において高村が外務大臣へ横滑りとなり、大島は国対委員長を再任となった。続く、麻生政権では入閣者は出さなかったが、大島は引き続き国対委員長を務め、この間に自民党国対委員長の通算在任日数記録を更新した。自民党の2009年の総選挙大敗、下野を受けて発足した。 谷垣定一総裁体制下で2009年9月29日に大島が党幹事長に就任し、派閥を一時的に離脱。同年経費節減のために派閥事務所を移転。2010年1月、村上誠一郎が離脱。同月、山本雄二が新グループ、のぞみを立ち上げ大会。7月、三党が参院副議長辞任に伴い、副党。 高村派に復帰した。2012年春、麻生太郎を率いるため公開への合流を視野に、勉強会を発足させた。一方、合流すれば会心党以来の特色が失われ、歴史に傷がつく恐れがあるため、そのような懸念を取り除いた上での合流が入念に準備されている。同年9月の総裁選では麻生派と協力して、安倍晋三を支持し、当初劣勢と見られていた。 安倍の当選に貢献した。大島忠盛2012年10月、安倍新体制において、会長の高村が大島と入れ替わる形で、副総裁に就任、党三役以上は派閥を離脱するという慣例に、従って大会。大島忠盛が派閥領収に就任し、大島派が発足した。これ以降、長期間にわたり高村は、 自民党副総裁として党における重職を担った。2015年3月、佐藤ゆかりが派閥を退会、その行きさつに衆院倉外に成功したら大島派を捨てたと批判を受ける。2015年4月、大島は衆議院議長就任に伴い派閥を離脱した。大島の会長退任に伴い、三藤明子が派閥領収に就任した。 党史上初の女性の派閥領収であり、参議院議員では、村上雅久に以来である。2015年自由民主党総裁選挙では、安倍晋三の再選を支持。さらに、三党会長は、出馬を目指す野田聖子について、女性の時代と言われて、野田氏が意欲を燃やしていることは大変頼もしいと、しながらも、審議が山場を迎える安全保障関連法案の、 重要性を指摘した上で、党内で戦いを行うのは、時期が悪いと、記者会見で述べ、無投票再選への後押しをした。調整のため直後の内閣改造においては入閣者、ゼロであったものの、高村を含め執行部は全員再任だった。2015年11月13日、三党会長が、ため公会の麻生太郎会長と、合併に向けた協議を行う。2016年、 ボーカルグループスピードの今井エリコを次期参議院ピレークの自民党の目玉候補として三党派から擁立し当選させる聴覚障害者教育福祉協会会長でもある三党会長が聴覚障害を持つ息子の母親である今井をスカウトした2017年5月15日ため公会との合流により新派閥を結成することになったまた 有林会を離脱した佐藤つむ衆院議員運営委員長が率いる派閥である天元会の一部が新派閥に参加することも決まり自民党内では平成研究会を抜き政和政策研究会に次ぐ第二派閥となる見通しとなった7月3日、ため公開天元会の一部と合流志公会を結成した12月29日に残務処理を終え 政治団体解散届が総務省に受理された。ありがとうございます。